して。はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。ルームメイドの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、ちょっと最近めっちゃ話題の演歌歌手がいるんですよ。お、話題の、うん、俺ちょっとますますっていうかもう好きになりました、はい、僕は、はあ、この報道があってから、はい、それは誰かと言いますと、はい、あの大御所、はい、細川たかしさん。おおおおおおあの RG さんのモノマネで知ってるやつなんだけど、いやでも RG さんがやる前から結構モノマネでなんかこう、ね、まあ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 ね、うん、出てましたけどね、まあいろんな方にモノマネでこう取り上げられる方だったんで、うん、お名前とその、まあ、どういう人間なのかっていう見た目ですよね、ちゃんと一致してます。これ小学校という方知ってましたもん。あ、ただいつの間にかすごく特徴的な髪型になっちゃったなっていうイメージはありますけど、うん、もう大御所中の大御所の細川たかしさんが最近ちょっと話題になってて、俺はちょっとそれでさらに好きになりましたけど、もうこの人おもろすぎやろって。ええ、なん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 、もうなんていうかノリが良すぎる、ノリが良すぎる細川たかしさんはその演歌界で言うともう重鎮じゃないですか。まあ、言ったらそうですからね、はい、もうだけども、はい、そのノリがほうこうなんか世間の要望に合わせていくところが好きやなと思って世間それ確かに求めてたっていうところにちゃんと自ら行くっていうなんかこのノリがいいわっていう、多分演歌歌手でこんなノリのいい人っていないなっていうぐらいのちょっと事件があったんですよ、はあ、それをちょっとその事件を紹介するんですけども、はいはい、事件っていうかいい事件なんですけどね、別に、はい、あのフライデーで出てます、はい、おスクープ本誌の直撃で再婚発表、細川たかし22歳年下美女の正体、ラブラブツーショット熱愛写真、写真がこれ、これあのリンク貼っておくんで見てくださいえ、ちょっと待って、服ドクロのこれあすげえ、すごいやろ、え、こういうお洋服着られるんですね。私もなんかいつもあの着物のイメージしかなかったんで、はい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 、普段はこんな感じで、はぁ、意外とファンキーやな。靴もツーショットで、靴もこれ、これ1月中旬奈良県でコンサートを終えて会場を後にする細川、彼の前には伴侶となった K さんの姿が、奈良でやってたんや、へぇ、あの意外と僕の家の近所に来てたんですね。え、細川たかしさんっておいくつなんですか。あ、細川たかしさんね、はい、今ちょっと見てみたんです、73歳ということで、73歳でどころ来てこれいやでもこの方マジで私あの年齢不詳の方なんですよ、うんうんうん、なんかもうあの途中からずっと同じ見た目なんで、あ、そうやな、はい、うん、びっくりして70代なんですね。70代ですよ、そう考えたらファンキーですよね。いや、これ着こなせるのすごないです、このお洋服。そうすごいな、もうラスボス感半端ない。でもあの似合ってるんですよ、なんかこう、似合ってないとかじゃなくてめっちゃ似合ってるんですよ、この顔の険しさよ。そうで、この写真が出たじゃないですか、はいはい、でこれがめっちゃ広がったんですよ、ツイッターとかで。いや、これはちょっと衝撃ですよ。わーっと世間がこう老若男女みんなこれが話題になったんですけどもで、そこで急にね、はい、細川たかしさんのツイッターが現れたんですよ。おお、はいはいはい、ご本人の。おお、はい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 、はい、でこれを下から見ていくんですけども、はははははあの結構高頻度でベストも持ってるって同じドクロのベスト持ってるんかいいやー、いや、天才ですね、この方。天才的やろ。天才。すごすぎやろ。いや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 、ベストも持ってる、イエーイって新幹線の中でね。これは、細川たかしさんのツイッターのリンク貼っとくんで、ぜひあのフォローいただければと思います。いや、すごいですね、このボケ方天才やな、これ。ボケ方っていうか、このノリ？そう。もう要望されてることに乗るっていう、もう求めてるもんな、これ。いや、もう求めてて、こうでそれをなんかこう、見た瞬間に、いや、ベストも持ってるんかい。ってみんななるっていう、なるね。で、これは普通に X も初めて見たと、これを機にお仕事中とかいろいろこうなんか細川たかしさんのこれアクリル、あ、アクリルスタンドですね。なんか並べていつもねこうやって写真撮ってるんですけども、本物も入れてみたって。いやー、もうあのね、この方の肌ツヤの良さ、73年見えんな、ツヤツヤ、いや、すごいな。
アクリルスタンド並べて自分のアクリルスタンド並べたところでラーメン食ってるとか、お茶目小島よしおさんとかと撮ってるとか、でも新しい学校のリーダーズと写真撮ってるとか、でこれ本日またこのドクロがなんでアクリルスタンド並べてこれ新幹線でこんなことやってんねんな、これ面白いんですよ。いや面白いな、話題の服でスキーしてみたドクロのその服でスキーするとこの人ネタやろって思う面白めっちゃ俺このスキー見た時笑ったもんな、もう引っ張るねーと思いながら、いやでもノリいいでしょ、ノリいいですね。細川さん、細川隆さんってでもノリいいんですよね、歯医者もこの服で行ってるし、歯医者なうもうこの服が話題になったからこれ着てもう5回ぐらいこれ写真上げてさあ、このノリはこのなんかこのクラスの演歌歌手の方では独特やなと思う。まあまあそうですよね。そうですよね。もともとなんかでもノリいいんでしょうね。その RG さんがモノマネやっても、なんか一緒にコラボやってるやん。やってますね。一緒に回ってるやろあれ。そうあれニュースで見た時に、あ一緒に回るんやと、怒るとかないんやとか思って。どんだけノリええねん。いやまあ。心がすごく寛容な方なんでしょうね。でそれと楽しいこと大好きっていうのすごい、楽しいこと大好きそうです ね。これを見てると伝わってくるじゃないですか。もうアクリルスタンドもやばいな、こうやってなんか見せられると買いたくなってくるんですよこれ。普通でもこんなフライデーのさこういう報道されると嫌やんか。まあそうですよね。これを見事プラスに変えるこの細川隆史さん、ね、ベストも持ってる、うん、これだからその年下のこの彼女さんは結婚されるいうことになったんですけども、再婚されるってなったんですけども、この彼女さんと取られたらこの時嫌やったと思うんですけど、これですよね。これをプラスに変えてこのドクロの服を着倒してツイッターにアップしまくるっていうね、スキーしたりとか言ってこれ今時のやり方なんですよ実は。話題になったからって今それにつなげてこのわざとドクロの服着てベストも持ってるとかスキーしてるとかこれ今時のその SNS のやり方をやってるなっていう感じがしましたね。いやひょっとしたらこれまた細川隆史さんまた話題になると思いますよ。これで多分ファンになった人いると思いますよ。いや私もなんか普通にいや好きすぎでしょこの方っていうね、はい、そんな感じで今話題になっててちょっとますます細川隆史さん好きになりましたね。で細川隆史さんの曲って多分ランさんぐらいはまともに原曲聴いたことないんちゃうかなと思って。ないですね。僕はあるんですけど、よくその紅白とかでも聴いてましたし、でも私モノマネでやってる時の尺でしか聴いたことないですね細川。僕はねあの家に、ね、昔カラオケあったんですよ、はい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 、家にね。今みたいにカラオケボックスがない時代って、うん、自宅にこの8トラックのカラオケがあって、はいはい、置いてる家ありました。私もうそこのテープにもう細川隆史さんの曲がいっぱい入っとったんですよ、はいはいはい、でそれでみんながカラオケしてるのを僕はよく聞いてたなって。ははははそんな一曲をちょっと聞いてみようかなと。じゃあせっかくなんでもうこのドクロから入って、ドクロから入って、はあ、じゃあどんな歌を歌っているのか、まあ、一番ヒットしているのはこの北酒場という、はい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 、まあ、これ曲は誰でも聞いたことある曲ですけどね、うんうんうん、はい、ちょっとじゃあこの、北酒場をね、はい、ちょっと音源になりますけど聞いてみましょうか、はいはいはい、あ、そうそうこういう曲でした。今でも演歌系でこういう楽しい曲ってあんまりないよな。なんかもうバブル象徴するような曲やもんこれ、うん、あーこれこれ、結構民謡の発声とかが入ってますからね、うん、この演でも意外と、うん、なんかこう重厚感満載の歌なんかなって勝手に私は思ったんですけど、これまあ若い時の原曲の音ですからね、うん、懐かしいな。めっちゃこれほんまカラオケで聞いたもん俺。楽しい曲なんですよね。これなんかちょっと酒場のね、うん、
楽しい雰囲気を表した演歌と、これ珍しいんですよ。大体マイナス方向の歌って演歌多いんですけど、まあ、そうですよね。すごくこれアップテンポですもんね。なんかこう陽気な歌なんですよね、でもなんかこういうような陽気な感じの歌ってやっぱりこの方の人柄もあるのがすごいお似合いですよ ね。こうなんか経済がこう良くなっていくぞっていう時のね曲なんでね、これね結構民謡な入ってるもんな、これな。なんかちょっとこう、ちょっとひねるでしょみたいなね。軽めのこう、ね、曲ですけどね、これは。あーなんかこの曲にすごい時代が詰まってるな。あーって私なんか細川たかしさんってすごい高音がめっちゃスカーンって抜けるっていうイメージだったんですけど、これちょっとキー低めですからね。あ、低めなんですね、なんか本当になんかスコーンって声出すイメージがありました。それもあります。 あります。あります、あります。そのなんかあの高音部分がすごく印象的だったのは、なんか子供心ながらそこだけ覚えてるんですよ、細川たかしさんの声って。だからあのモノマネの人がこう歌いました、本人さん出てきた時に、はいはいはい、うわすげえ迫力や本人とかめっちゃ思う記憶あるんですよ。あの声の迫力ですよ、あの、はいはいはい、見た目の迫力もそうなんですけど声の迫力がすごくて、昔の見た目こんな感じですよね。あーやっぱ変わらないですね、へー、あー懐かしいな。肌ツヤ良すぎでしょ。津軽ジョン柄かな、ジョン柄もちょっと聞いてみましょうか。いいな、三味線合うな。このジョン柄は民謡とかさ演歌に聞こえるけど、はい、俺はロックやと思うねんな。お、ロック、うわかっこいいね、ちょっとサブイボタン。なんさん意外とこういう感じの好きやんな。でも石川さゆりさんとかな。あー来た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 、似合うじゃないですか。確かにロック、ロックやろこれ。確かに、あーだ、えだ、会いたいよ。おーかっこええな、ロックやな、な、いいですね、この高音が抜けるから映えますよね、時々したらマイセンスとかね、そうそうそう、あーええわ、ボス感がすごいな。いやでこの三味線の気迫とこの細川たかしさんのこの声のこの気迫がすごい、すごいよく合ってる、やっぱかっこいいな、かっこいい、やっぱかっこいい、この音が民謡やからさ、かっこいい、力入るね。ちゃんと頭で当ててくれるんで、すごく気持ちいいんですよ、リズムを。お結構この荒っぽいところもいいね。ロックだぜ、ロックだぜ、ロックだぜ、細川たかしさん見てロックだぜ。いやめっちゃかっこいいじゃないですか、かっこいい。いや俺ロックに聞こえるやろ。でもロックですねこれ、あのね歪んだ声結構入ってるんですよね。この人体感やっぱえぐいもん、この声の太さが太い、はい、ということで、はい、ちょっと別のねなんか映像でテレビのやつも見たんですけど、はい、マイクすごかったな、あのこんなんなってた。届いてないやろって距離感で入ってるんですよ、やばいと思ってあれ。パワーが、いやでもこんだけあって入ってたやんか、入ってますよ。でしかもなんかすごい遠くで聞こえてるというか、なんかあのちゃんと音量が絞られてる聞こえ方なんですよあれ、すごくないですマイクワーク。いやあのね細川たかしさんも声量めちゃくちゃやばい。だからこそ私あそこまでマイク離す方、尾崎清彦さんと野口五郎さん以来ぐらいですわ、見たら腕垂れへんぐらいマイク離したこれ。こんな人
拾わないですよ普通の人は、うん、すごいなこれ。でも改めてすごいな、やっぱ。いやでもこのねステージ立った時の貫禄ですよ強すぎるやろ。仁王立ちでドーンって言ってるんですよ今。いやなんか待ってましたこの瞬間をっていう感じなんですよこれ、うん。いやこの迫力もやっぱすごいな。これでも どっちかというとやっぱりこの北酒場とかの若い時よりも今の方が俺ちょっと好きかな。いや私今の方が断然私は好みです。すっごい好みです、うん、なんですかねボスボスそうね安心するんですよ見ると、うん、全てをもう預けれる感じのこのドンと来いみたいな感じの。あでもこのジョンがないな。いや北酒場もすごくこうなんかポップスみたいな、そうなんか聞きやすい曲だったんで、うんうん、なんかあ知ってる知ってるこの曲っていう感じなんですけど、まあ細川たかしさんのこのなんかロックロックやね、ロックな感じ。ジョン柄はこれ俺ほんまロックに聞こえる。なんかこう結構バーン前にこう当てに行く感じがすごく私は好きだ、うん、なんか演歌って結構後ろに乗って後ろにこう音を当てるっていうイメージがあるんで、ちょっとこう拍をずらしたりとかっていうの多いじゃないですか、うん。あんまりないんですよです、ね、この曲に関しては。結構前のめりでいくタイプ。前のめり でちゃんとこういうテンポがあったらちゃんとここにアクセントつけて、うん、アクセントつけてアクセントつけてなんで、でも聞いた時に拳こうなるじゃないですか、うん、いやでも今回話題になったからこうやって改めて聞いてみたけど、なんかこう大人になってからちっちゃい頃聞いてたけど、はい、なんか大人になってこうやって聞いてやっぱすげえな。いや細川たかしさんやっぱすげえっすわなんかもうなんかやっぱいてほしいな。こういつの時代にもやっぱり ね、こういう人必要やなと思った。そうですよね。ボス感とこのノリが良くて、いやこのノリが良くてねえ、なんかお茶目ですよね。お茶目もうノリ良すぎやろっていう。でも顔バリいかついやろ。そう顔がすごくなんかいかつい顔されてなんかね可愛いですね。いやこんな言ってあがんですけど、なんか女性が見てもなんかすごく好感度高いじゃないですか、うん、こういう方って、うん、わ絶対モテるんやろうな。だから再婚できるんでしょ、ね、22歳年下って言ってたよ、うん、モテる。だって私でも私全然細川たかしさん全然好きです男性としてありですよ普通に。だって面白いと思うんですよ喋ってて。ユーモア絶対ないとこんなにできないじゃないですか。いや、まあ、あとその、ね、やっぱりさ包容力というかなんていうかもう違うと思う。その辺のそら男性とは全然、うん、まあ、そらそうですけど、そらそうですけど力がちゃうやん。もう余裕さというか、うん、大人のボス、うん、ボス感が仁王立ちで立ってる姿が。いやでも今のジョン柄のちょっと別の映像で仁王立ちなんやけど、あれかっこええなあ。すごいな、うん、迫力も出てきただけでも、うん、なんか威圧感ではないんですよ。そう威圧感ではないんですよ。迫力あるんですけど、うん、なんかこうファーってこう包んでくれるみたいな、うん、うん、僕に任せてみたいな、うん、委ねてよ見ようみたいな感じのね。なんかいろいろこの方ってすごく魅力あるなって今思ったら、曲ごとに全然こう見せる表情とかも絶対違いってそうですよね、うん、ね、このそのフライデーとこのツイッターにこの出たんで俺あもうこれはあかんやらざるを得ないと思ってもそもそも人として素敵すぎやろっていう話ですよね今時のやり方をこれ取り入れる。まあでもすごいですよね。常にだってその RD さんとコラボとか、うんうんうん、なんかそうやって面白いことをするのがもう好きなんでしょうね、うん、でこうそれをみんな見て楽しんでよっていう、ね、なんかこのサービス、ね、精神がね精神がすごくて、ね、なんかそこがかっこええなとか思って、言うてもすごい面白いからね細川たかしさんって、ね、でそんな方がなんかあのドクロ来ていろんなことやって、ね、でまあ YouTuber とかなんかネタみたいなことやってるよねみたいな、うんうん、いやこれは好感度上がるわと思ったもん。いや、ね、やっぱり曲聴いたやっぱすげえわ、うん、曲聴いたすごいかっこいいな。ジョン柄ええな。ちょっと細川たかしさんも生で見たくなったよね、うん、ここまでかっこいいやられると。でもこれ生で聴いたら声もっとすごいと思いますよ。あすごいと思う。多分震えるで。めっちゃ通るんでこの方の声って、うん、やばいですね。鼓膜がーって、うん、鼓膜がーっていう今回は強すぎる演歌歌手ですね、はい、そうですね。細川たかしさんについてやってみました、はい、ということでくれぐれにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ。ありがとうございます。
てなわけで初動画で初細川たかしさん、いや私ねなんて言うんですかねすごくなんかこうユーモアのある演歌歌手だっていう風に見てたんですよ、うん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 、なのでなんか面白いおじさんっていうイメージだったんですね私の中では。そうなんですよ、なんか結構その RG さんとのやり取り見てて あれ結構出てたもんね当時。まあまあこれ普通に考えて大御所の方がああいう風なモノマネのされ方するちょっとこう怒る人っているじゃないですか、うんうん、まあ、いわゆるコロッケさんの行き過ぎたこうモノマネ怒られましたっていうエピソード、うんうんうん、まあ、よく聞くんで、まあね、なんでもう RG さん絶対怒るやろなと思ってたら一緒にコラボで一緒にやってんのかいってなるよね、みたいな。あれちょっとでも最初あれコラボの時ちょっとびっくりした。いや私びっくりしました本当に、え一緒に出んのみたいなそこのノリがね分かってるわこの人と思うね。いやでもそうですよね、なんか世の中こういう風に求めてるんでしょ僕に対して、うん、多分これしたらみんな喜ぶよねっていう、うんうんうん、なんかもともと多分そのサービス精神ある方なんですよね。なんか人を喜ばせることが純粋にすごく好きな方なんだろうなと思って、うん、いや若い時のね細川たかしさんが僕もちっちゃい頃しか見てないからどんなやったかな、バラエティにも結構出られてたと思うんですよね。そうなんですね、うん、その時の記憶がちょっと僕は今あんまりないんであんま喋れないんですけども、まあこれを見た時にああもうこの人サービス精神の塊やなと思って、うんうん、でも今思ったんですけどこの方がずっと見た目お若いのってやっぱり気持ちがすごく若いからなんだろうなってすっごい思いますよね。だって73歳でこの肌ツヤやそう、もう本当にツヤツヤなんですよお肌が。でそんなにシワもないですし、うん、これやっぱり心がやっぱりなんかいいんで少年なんだろうなと思って。少年のところありそうや ねでもあんなドクロ自分で着てるぐらいそう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 自分でそう自分でネタにしてるからね。自分でネタにしてもうそういうところも超いいわ、なんかもう素敵やわ。いやでも素敵ですね、うん、いつまでもなんていうんですかねこう楽しむ心を大事にしてね、うん、こうやって全面出してこれでだいぶ話題になったと思うで、ね、この服ねえ服売れたやろな。いやこの前2000フォロワーしかおらへんかったのもう今 1.7 万とかなってるわすごい、もう2日ぐらいで。いやこのアクリルスタンドめっちゃ登場する。壊れたって言ってここ剥がれた名前がな。あまあどこに行くにしても一緒に旅してるんでしょうねこのアクリルスタンドと、うん、だって歯医者行くのにまたこのドクロの服着ていくやろこれ、ね絶対もうネタにしてるやんってなってる。このネタにすえこそこれよく見てくださいよ、これアクリルスタンド肩につけてるんですよ。おもろすぎでしょこの人もなんかやりたい人なんだよね素敵やな、このなんて言うんですかね、まあ関西では一ビル言うんですけど、うん、このなんかふざけ方好きですね好きこれでもこのこの年齢でもこんだけスキーされるんですね、健康的やね、すごいね。まあ、でもお顔見てても活力みなぎってるっていうのすっごいわかりますもんね、うん、笑うわ。なんかこれほんまびっくりしてね、新しい学校のリーダーズと遜色なく馴染んでしまっているといういやちょっとまたブーム来そう。ひよこまんじゅう。ひよこまんじゅうと。ひよこバーサス細川たかし。小島よしおさんはこれはたまたまあったんかな、新幹線やからな。へえ。あこれラーメンではないんや、パスタなんや。あパスタなんや。はあ。いやーすごいなー。これでも好感度爆上げやな。うん。わかんない。ベストも持ってる。ちょっともうこれめっちゃツボやな。だってこれベスト持ってるが、これが34万さあれかビューか。145万。X も初めて見た。ああはい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 。うん、いやーなんかね。めっちゃネタにしてるやん。もう。
あ、スキーが一番多いな。398万ビューなんてんな。すげえ。スキーもするんってみんななったかもしれないですね。いやでもこれさ、いまだにこの X やると398万ビューとか取れるってすごいよな。あ、すごいことなんですかこれって。私普段 X しないんで。3.4 万いいね。4200リツイート。すごっ。だってまだ初めて何日、1週間ぐらいでしょ。あ、1週間ぐらいですか。うん。1週間もっとやろ。1月18日ですよ。だから、うん、1週間ぐらい。1週間は。こんな話題になる方ですよ、未だに。すごいわ。やっぱ底力ちゃうわ。はい。ということで。お仕事でございました。ありがとうございます、秋の風の